どうもルジクニでございます。さて前回から先生のねスキルレベルも上げてきまして、このキュアライトっていうのを覚えました。ダウン以外の全状態上回復 HP も 50% 回復っていうのもなかなかいいスキルですね。ということでこの迷路3のボスまでやってきました。まあここまでパワーアップした我々ならば楽勝じゃろと思っているんだが、どうでしょうか。さすがに楽勝じゃろと思っているのが、あ、火属性っぽいな。火属性効かないかな。あー回復した。そらそうか、火属性ダメだな。あ、結構、え、こんだけレベル上げてんのにそんなにダメージ受けんの、思いのほか強いな。何、氷が効きそうだよな。フリズラム、ウォータラム、ここら辺が効きそうではある。これでも食らえい。ベラボーに効くって感じじゃないか。水の方が効くかな。どっこいか。まあダメージもそんな大したことないし、まあサクッと倒せそうではありますね。よーし、倒せたー。ふう、途中ヒヤッとしたけど、まあ安定して倒せましたな。やったぜー、毒になっちゃったけど。あ、マップでも使えるんだな。これは便利。さーて、だから、鉄壁の盾。鉄壁の盾。メガディフェンスアップを覚えられる。あ、これは悪くないな。メガディフェンスアップを覚えられるの悪くないな。アクセラレーターいいかな。でも先生の素早さ低いんだよな。メガディフェンスアップか。まあでも一回アクセラレーターの代わりにつけるか。みんな他は今状態異常耐性全員つけてるから、多少スピードが下がっても、まあメガディフェンスアップ。これはいいものを手に入れた。もっといいフライパン。ビターチョコより強い？あ、強いな。火属性ついてんのか、ただ。まあつけといてみる？テラズベリーにチョコあげよっか。よーし。これでレベル3もクリアしたし、あとは、どうも、クリアしたで。で、あとは、ここ行ってないから、行ってみよっか。羽毛さん帰ってきましたか。レイサールさんでした。その頭の羽毛が目の前でゆらゆら動いているので、つい、気になってしまいますね。そんだけ？落ちれる？こっちは。あ、落ちれるんだ。あ、こっちはいけるんだな。いけるけど、あんまり意味ない感じかな？多分。じゃ、他になんか行くとこな、寄り道できるところがないかどうかをちょっといろいろ探索しましょうか。お！あなたが持ってるそのグツグツ煮えたぎるお鍋は、まさに悪魔のゴッタに、これだけのものを作れる方がこの世に生きていらっしゃるとは、なんとも面白い。あなたならばあの料理を完成させられるかもしれない。どのご料理？これをあなたにお渡ししましょう。裏レシピ1。あなたのお城であるキッチンでお試しあれ。それに書いてあるレシピは悪魔の料理。あなたがスーパービッグバン宇宙みたいな料理を作ってくれるのを期待しています。なんだ？キッチンで作れる言うてたな。ちょっと確認しに行きますか。裏料理その1。なんだこれ。あ、ガードを下げる、アタックを下げる敵全体。あー、なるほどね。闇宇宙。脳みそってのがないな。みんなひどくなる。敵味方全体異常たくさん。はえー。なるほど。状態異常系の料理が作れるようになるわけか。あとストーリー進行しない方向で、妖精の村とかちょっと行ってみるか。妖精の森探索してきたけど、どこに何もなかったんで、こっち進みますか。さーて、ここはどこだ？あ、ここは、なんか闘技場みたいなとこだっけ？
闘技場みたいなとこだった気がすんな。出場できるんかしら。出場したーい。こんにちは。チームバトル E ランク。あ、一応回復して出場してみよっか。前回なんか確か出場できなかったんだよね。する。いってらっしゃーい。どういう感じ？まあ E ランクぐらいなら勝ててもらわな困る。勝ててもらわな困る。 E ランクでこれなの？一番弱い敵でワンパンで倒せないの？マジ？いや、マジかよ、おい。おい、これが E ランクだと？ヒットミントどんぐらいあんの？いやいやいや、E ランクの強さじゃないぞ、それ。E ランクの強さじゃないぞ、それ。ふぅ、倒せた。この先が思いやられるな。いや、経験値しょぼ。しょぼありでしゅるー。何もらえんの？景品、1000コル。淡い光、赤い日、冷たい天地。あ、ここら辺はまあありがたいっちゃありがたいな。状態異常対策取れるからね。じゃあ次は D ランク行ってみよう。そこそこ強い。オートじゃない方が良さそうだな。エリアルブレード。何が効くのかわからんけど、パライム。あなたはブラックカローにファイアボール。ああ、手前のやつあんまり効かないな。後ろのやつが強い感じか、これ。いや、ダメージ受けないってことはそんなに強くないな。国家トラス。石化とかしてきそう。石化とかしてきそうだが、何が効くのかわからん。スキルレベルをさ、マックスまで上げたんのに、そんなになんかね、言うほど強くなってる感がないんだよな、正直。正直言うて。よーし。次は何がもらえるんだい？冷凍みかん。何でも治る。みかん、イメージ。みかん、イメージ？それは初めて見る気がする。みかん、イメージ。みかん、当たった。リカバーを覚えられる。ダウン防止か。まあ、状態異常対策はありがたし。いや、行けるとこまで行こう。C ランク。A ランクが最高かな。もしくは S ランクとかあるかな。さーて、C ランク。敵のスペックちょっと見るか。4万8000。まだいけそうだな。この感じならまだいけそうではある。無駄にタフいんよな、これ、ほんまに。ダメージ受けん。ダメージ受けんわ、これ。勝ったな、ガハハ。勝ったな、ガハハ。もっと、こう、ここまでレベル上げてるんだからさ、もうちょっととんでもない火力出せてもいいと思うんだよな。防御力はすごく上がってるんだけど、なんか火力がさ、全然変わってない気がするんだよね、今までと。1.5 倍ぐらいにしかなってないんじゃないかっていう感じ、ある。1.5 倍にもなってないんじゃないかな。もっとなんか3倍ぐらいに。9900、強っ！今のは四角ついてたらスペシャル攻撃か。ディフェンス無視系のやつか、多分。察するに。よし、倒した。そこそこあれだな。経験値も美味しくなってきた。そういうこと、次あたりやばそうだが。次は何？電池、雲のシール、フルリカバー。雲のシール。スピードが上がるのか。微妙だな。一応セーブして、次。B ランク、行ってみよう。どこまで行けるかだな。グルメ兄弟、84000。いやー、そろそろ、しんどくなってきそうな、感じはある。あ、上のやつ効かないぞ。何の体勢だ？いや、倒せたが。メガリバース、やばい、リバース耐性持ってない。まあ、なんとかなるじゃろ。多分。なんとかなるじゃろうって。物理がいまいち効きにくいのか。
うわー、混乱攻撃とかしてくる。まあ多分まだなんとかなるんじゃないかなと思うけども、先生が混乱してでもまあなんとかなるか。フェイサールに混乱は効かない。このキュアライトでリバースってちなみに直せるんですかね。ちなみに直せるんですか。直せずダメージ食らいますかこれ。あ、治るんだな、強い。そんなに対策しなくてもいいか。こうなってくるキュアライトで直せるんだったらば、まああとは消化試合感あるな。敵が1体にさえなれば、増援が来ないから、なんかあの迷路のボスよりは楽に感じるところ。敵の体力と火力、こっちの火力とこっちの防御力のなんかバランスが取れてない感すごいね。いただきます。あー痛い。防御虫系はさすがにやはり痛いな。あとどんだけヒットポイントあんだいそれ。そろそろ倒せても良さそうだな。あと1万か。もう倒せるな。このターンでいけるかな。微妙にレイサールの火力が足りてない。このイルストームで終わるんじゃないか。よーし終わった。 B ランクも突破。エーデルバイス、またこれ2つ目だな。食材だった気がする。常闇の光、すごく。常闇の光とこれか。シャドウム、メガシャドウ。今更ではあるな。洗脳防止か。よーし次 A ランク、いざ行こう。 A ランクが一番上かな。この上ありそうだよな。 S ランク、アニマルマスター、羽根っこマスター。アニマルマスター、資格ついてんな。まあとりあえず周りの雑魚から倒していきたい。よし。わあパニックだー。まあ真ん中二人パニックになってもまあなんとかなるじゃろ多分。ラズベリーとかグリーンのスキルレベルも上げたいんだよな。パニック耐性つけないとダメかこれ。あーそこそこ痛いぞこれ。キュアライトとか使ってほしいけど、フェイス R 回復した方がいいか。さすがにこれはあれか、適当にやってたんで勝てない系か。混乱耐性つけないとダメかもしれんな。頑張れ頑張れ。キュアライト、キュアライト強いな。状態上回復させてくれるのマジ強い。あーでも先生にパニック耐性、状態上耐性、先生にもバリバリつけて行動不能になるのを全部防いとかないといけないな。もうどうにもならんわこれ。まあ、そのうち治るじゃろうっていう。ファイナルストライク、なんかすごい行動してきたな。がそこまで致命的ではない。もうぼちぼち倒せるんじゃないかこれ。状態上回復が強いわ。あとヒットポイントどんだけだ。結構もうかなり長期に戦ってはいるんだが、いやもう倒せるわこれ。よーしいけいけ、これで終わりじゃー。ふうなんとか倒せた。経験値増し。なんもうなんていうかすごい。何それ、もうなんていうかすごいって何。勝負ありでしゅるー。
すごく土砂降り、月のシール。みかんの源。もうなんていうかすごいみたいなの手に入れてたんだが。どこ装備だ。イメージじゃなさそうだったけど、すごく土砂降り。メガボータラム、水半減。あ、水半減とか、アクセで取れんの強いなぁ。でもなんていうかすごいみたいなの手に入れてたんだけど、どこだ？あった。言葉にできない料理の材料、かっこ裏。はーん。まあ、なんかに使うんだろうなぁ。で、まだ上ある？ A ランクを突破したレイサールさんですよね。S ランクの対戦相手。用意するのに時間がかかるでしょ。また今度来るでしょ。なるほど。こっちは？まだ準備中。無事、まあ A ランクまで突破いたしましたが、なんか売ってるもん変わったりするかな。天使の子だ、可愛いね。魔法が欲しかったら売ってあげるよ。まあ全部覚えてるからいいかな。メガパワーアップとか欲しいんだが。これあれかな？あの子のお兄ちゃんかな？なんかいい武器売ってるか？そんなに強い弓。あ、グリーン上がるけど、マジックがいかんせん上がらんのが、なんか、なんともなんで、一応買うか。ファンシーロット。そこまでか。他は？これユメロンか。で、こっちはアクセサリー。あー、ここら辺は大体持ってるけど、プラスプラスが売ってないんだな、こっちは。スタン、スピード低下、無効か。まあ、このゲーム、こう、徐々に分かって、今更ながら分かってきたんだけど、耐性パズルゲーだなぁ。火力がどうのこうのとかじゃない。耐性パズルをいかに取るか。そういうゲームですね。アンチスリープ。毒はまあいいか。スリープは取っといた方がいい気がすんなぁ。こんなもんかな。とろぼう、左側なんかあったっけかい？あ、博物館か。前見たね。したら、闘技場でやることもなくなったし、先に進みますかこれ。どうもー。今度こそ転送装置は大丈夫。さて、この上は？ビッグチャレンジャー。何かに挑戦するのが好きな魔族。山登りとかね、辛いことすると達成感があるじゃありませんか。この上って確か前、敵が強いからあんまり先に進むな、みたいなこと言ってた場所じゃなかったっけ？違ったっけ？確かそうだった気がする。7800。今なら勝てるな。今の我々ならば、7800ぐらいのヒットポイントならば、戦えないことはない。闇魔法 ×3。普通に痛いんだが。ふぅ。先生の消費 MP 半減とかしたいとこではあるんだけどね。これはなんかあれかな、強いボスがこの山頂とかに待ってたりするんじゃろうか。こっちメインストーリーかな。ちょっと一旦戻って右側行って、こっちメインストーリーの可能性ゼロじゃないよな。ちょっと待って。よくよく考えたらば、こっちがメインストーリー軸だったのかもしらん。右側って何なんだっけ？あー、ここ魔界のとこなんだっけか、これ。むむ？記憶があやふや。あ、ここもここか。はい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 。
なるほど。じゃこの下でさ、レベルアップできるんじゃないかこれ。俺、レベルアップできるポイントある。前回コテンパンにやられたけど。他に行く場所あるかな。まあ、とりあえず、これレベルアップしてもらいましょうか。スキルレベル上げる。お願いしまーす。まあ、これやってもあれだな。ちょっと待って。収録外でサクッとやっとくことにして、他にこっちは？こっちは今更か。上に行くと多分、まだ行けないよみたいな、そっちから行くんじゃないよみたいな、そうだな。こうなるよね。遺跡から行きましょう。だからやっぱりあれだな、さっきの山頂みたいなところ、山の頂みたいなところに行くのがいいんじゃないかと。寄り道するならばってことだね。じゃあこのレベルをサクッと、じゃあラズベリーのレベルサクッと上げてもらえますか。よーし倒せだー。ふう。これでレベル5だな。なんか2段階ずつ上がったんだな。またスキルのレベル上げてくれよ。もうこれ以上上がりません。シェグなのにそんなに強くなってどうするんですか。あとは自分の気合で何とかしてください。気合入れを覚えた。もうシェグはいつになったら死ぬ帰ってくるんですか。この新しい技を試してからで。気合入れ。どんなスキルだ。アタックの効果を上げる。効果はちょびっと。味方全員5ターン。あー、アタックアップみたいなもんか。なるほど。効果はちょびっとっていうのが、ちょっとどの程度なのかわからんところではあるが。なるほど。まあ、無事パワーアップできましたよっていうところで、今回この辺にしておきましょうか。また次回。今度はあれだな、山頂を目指すって感じかな。というところで、また次のパートでお会いしましょう。またねー。